はようございます。メリドンです。今日は2020年の5月3日日曜日ですね。連休の中日ですが、また今日は散歩に出てきてます。昨日一昨日かな、ちょっと散歩がてら買い物に行ったんですが、そこでちょっと買ったものを間違ってしまって交換をしてもらおうと思って、今また同じお店に向かっています。まあ、家の近所のショッピングモールなんですけどね。ショッピングモール自体はやってないんですけど、無印良品だけお店が開いてるんで、まあ、そこでちょっと買ったら M サイズを買ったつもりが M サイズの棚に L サイズが混じってるみたいな感じで、家帰って気づいたらL サイズでした。で、今日は散歩のついでにまたスチル写真を撮ってて、今日のカメラはこれです。シグマの FP といういつもは動画の撮影に使っているカメラなんですが、 FP にマウントアダプターを使って K マウントに変換して、ペンタックスの 43mm の 1.9 だっけ、これは1.9 のリミテッドっていうレンズをつけて、今日はこれでスナップ写真撮りながら向かっています。とは言ってもね、やっぱりいつもの散歩コースになっちゃうんで、なかなか被写体見つからなくて、写真の撮れ高は全然足りてない感じですね。で、今この自撮りをどうやってるかっていうと、カメラの上のホットシューのところにスタンドつけて、カメラ自体は180度逆向きにして上下反転して撮ってます。で、これを編集の時に上下を180度ひっくり返すという処理をして、正しい向きになるようにして撮っています。もう少しで、着くので、また帰り写真撮りながら帰ろうと思います。